はい、こんにちは。今日は5月の21日、日曜日でございます。今日は、モンテリオ山形ホーム戦でございます。今日はブラウブリッツ秋田さんをお迎えしての、奥羽本線、ダービーですね。こちらの方になります。順位の方がね、秋田さんの方が上に位置しておりまして、まあ、秋田さん好調ですのでね、でもまあ胸を借りるというつもりはございません。ホーム戦ですので、もうなんて言うんでしょう、全力で当たって勝利するのみです。何しろね、前節、大分さんに 5-0 の快勝を収めましたのでね、いや、その勢いに乗って今日も素晴らしい勝利を収めてくれるのではないかと信じております。で、今日もね、朝からすごくいい天気で、今日日中28度ぐらいまで、気温が上昇する予報になっております。まあ、風が少しある一日吹いて気持ちよく観戦できるかとは思うんですけども、ちょっとまあね、山形日差しが強いので水分多めに持ってきてますので、熱中症にならないように水分多めにとって、気をつけながら観戦していこうと思います。で、カツオ。はい、今日はこちら、モンテマルシェ、マルシェですね、こちらの方開催されていますので、ちょっと駆け足で見ていきたいと思います。はい、今日のスタジアムグルメ買ってまいりました。こちらいつもの、ジュリさんの野田ちゃんのかぼちゃコロッケ、そして今日はこちら、気軽に大衆酒場さんの、今日か今月限定らしいんですけど、明太チーズというシューマイを購入してきました。いやー、どちらもめちゃくちゃ美味しそうです。ではいただきます。はい、これからスタジアムの方に入るんですけども、ちょっと今日はやっぱり暑いので水分をしっかり取ろうと思いまして、夏になると必ず毎試合いただくバンコクコーヒーさんのメガアイスコーヒーをいただいてきました。このボリュームで400円です。もうコスパ最高なんですよね。で、バンコクコーヒーさんのアイスコーヒーは本当に美味しいので毎試合買ってしまいます。ではこちらの方いただきながら、熱中症にならないように気をつけたいと思います。いただきます。
市安田生命 J リーグを厚くサポートいたします。皆様にまた勝利あげたことをすごく嬉しく思います。Yeah.
皆さん、力になってます。ありがとうございます。もっともっと頑張りましょう。お疲れ様です。今17時、5時を回ったところなんですけども、他会場がまだ試合を行っているので確定の順位ではないんですけども、今日モンテディオ山形無事に2対1で勝利いたしました。そして順位の方は、さっきも言ったようにまだ確定ではないんですけども、暫定で15位という形になりました。いやー、今日の試合チアゴ・アウベス選手が先制ゴールを決めてくれて、その後藤本芳樹選手がホーム初ゴール、今シーズンのホーム初ゴールですね、決めてくださって 2-0 で前半終わって折り返しになりました。で、後半は、ブラウリッツ秋田さんがうまく立て直してきて、ちょっと押し込まれる場面が多かったんですけども、1点取られてしまいまして、コーナーキックからの失点だったかな、1点返されて、それでもなんとか逃げ切って2対1で勝利という形になりました。いやー、やっぱ勝利は嬉しい。もうニコニコです。よし、じゃあこれから帰りますけども、いやー、まだまだもうファンサービスが、試合後のファンサービス解禁になったみたいなので、まだまだ選手からサインをいただくサポーターの列がすごいことになってます。もう選手 もう気持ちよくサインしてくださってるのではないでしょうか。いや、やっぱ本当に勝利っていいですね。もうみんながニコニコでいい感じです。いや、何はともあれね、ブラブリッツ秋田さん、強いブラウブリッツ秋田さんがもう全力で戦ってくださったからこそ本当にいいゲームになったんだと思います。今日は400人ほどのブラウブリッツ秋田さんのサポーターの皆さんが山形に駆けつけてくださりました。いや、本当にありがたい限りですね。いや、ちょっと秋田まで遠いですけども気をつけてお帰りください。いや、本当にありがとうございました。次は、ブラブリッツ秋田さんとの対戦は我々モンテディオ山形が秋田の方にお邪魔して対戦という形になります。その際はよろしくお願いいたします。よし、いや、今日は本当に暑い一日だったのでちょっと意外と疲れてますけども、もう勝てばそんなな関係ありません浮かれすぎて事故を起こさないように気をつけて帰ります。次がアウェーで熊本戦になるのかな。で、次のホーム戦はその次ですね、6月の3日だったかな、ちょっと日にちはっきり覚えてないんですけども、確か清水エスパルスさんとの試合になるかと思います。違ってたらちょっと字幕の方で訂正情報入れておきます。ちょっと次のホーム戦まで、丸々一試合空いてしまうのでちょっと時間が空いちゃいますけども、いい形で勝ってきて、そしてホーム戦という形になると思いますので、次のホーム戦も変わらず応援をしたいと思います。では今日も一日お疲れ様でした。では気をつけて帰ります。ありがとうございました。バイバーイ。